皆さん、ごきげんよう。えー、誤送金の、あの、事件で、あの、会見開いたじゃないですか、あの、町が。で、それに対して住民が結構、その会議室みたいなところに集まってあ、怒っていた人多かったじゃないですか。おっちゃんとか結構怒ってましたよね。で、それに関して、あの、僕は見て思ったことなんですけど、あの、なんで、あの、怒ってんだろうなって思うのと同時に、まあ、もちろん怒る気持ちっていうか、理屈は理解できるんですよね。まあ、要は、自分が、あの、納めた税金が、 変な風に使われてしまってあのその町のさあのキアラレスミスででふざけんじゃねえよっていうことでまあ怒ってるんだけどそれってさあの冷静に考えたらさ別にこれを見てる人も僕もその町の人も同じ立場じゃないかと思うんだよねだってそのさあの山口県のその町だけあの隔離されてるわけじゃないじゃん税金ってあの全部の全国から寄せ集めてあのパーってまいてるわけじゃん。 でさ、なんでその町の人だけがさ近所の人だけがすごい怒るんだろうなってだから立場ってあの、まあ、繰り返しなんだけど僕も見てる人もその人も一緒なわけじゃないですかで多く納めてる人があのすごい怒るとか税金をあんまり納めてない人があの怒るとか僕はそこは関係ないと思うんですよねあのなぜならそれだったら税金納めてる人が偉くてなんか権利があるよねって話になるじゃないですかっていうことで 別にさあの、俺が怒ってもいいし、これ見てる人が怒ってもいいわけじゃないですか。で、でも、その、町のさ、の近所の人だけがこうやって、わーっと怒るじゃないですか。あれ、謎だよね、はっきり言って。から怒る権利っていうのは、その実際怒っていた人も、僕もあなたも同じあの、対等な立場のはずなんだよね。ただ、その、犯罪が行われたところに近いか遠いかの話で、ね、だったら、どこまでの近さの人が、 怒れて、ね、ここまでは怒れない、その線引きなんてないわけじゃないですか。<laughs> ってことで、なんか不思議だなと思ったし、あとそもそもあの会見でさ、謝ってる人に対して、まあ、怒る、まあ、感情をぶつけるっていうのが、まあ、絶対的に間違ってるとは言わないけど、でも意味がないよねって思うんだよね、うん。もっと冷静に考えればいいのになって思うし、あと、まあ簡単に言うと、その仕事上のケアリスミスでそうなったわけじゃないですか。で、怒った人だって、何らかの仕事をしていて、今の仕事のスキルが身につくまでに、 絶対あの失敗とかミスとかあの繰り返してそこに行ったわけじゃないですか。ってなると別に一緒じゃないかって俺思うし、なんか良くないよねって思うし、あとまあ税金はまあ納めてない人ほどあの税金を無駄に使うなとかね、税金のなんかそういう使い方で文句言いますよね。で逆に税金を多く納めてる人ほどそういうのにさブーブー言わないよね。だから不思議ななんか構図だなって僕は思うんですよね。別に税金がね、多く納めてる人が偉くて、 あの少ない人が偉くないとかそういう考えは嫌いなんですよね。その人なりに別にね収めてればいいじゃないか。収めてない人って日本にねほぼ0%だと思うんですけど。ってことを僕は感じました。ではどうもありがとうございました。